はい、ファイト&ミート、今回のゲストはディープライト級王者江藤公洋選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。で、今回テーマとして、はい、まあ、ポストサトシソウザライト級日本人最強は誰だということで、はい、まあ、ライト級のディープ王者になったので、はい、ライト級戦線をちょっと俯瞰した目線で語っていただこうと思っております、はい、やはり今ライト級で強いというと、まあ、堀江選手だったり、はい、矢地選手だったりすると思うんですけども、はい、この2人の強さっていうのはどこら辺が強さなんですか。強さですか。まあ、堀江選手に関してはやっぱりあの飛び込み、はい、風邪仕込みの、出入りからの打撃だって体の強さですよね。そこの部分で、しっかりと、まあ、ストライカーなんですけど、しっかり組んでもある程度、体の強さっていうのでカバーリングできる、強い選手だと思います。で、はい、八津選手ですね。八津選手はこう、まあまあ、ストライカー組、まあ、MMA 選手とこうトータルバランスのいい、選手ってイメージですかね。まあ、ただそのプレッシャーを受けられると下がっちゃってまとめられるとちょっとなんかこう負けちゃってるなっていうイメージはあるっていう感じです。なるほど。ちょっと素人ながら疑問だったのが、はい、前線、はい、白川陸斗選手とやったじゃないですか、はい、で白川陸斗選手は1階級下の、はい、まあ、中堅のストライカーっていうイメージだったんですけど、うん、そうですね、はい、案外最初にプレッシャーをかけられてたんで、はい、あんなにかけられるもんかと思ったんで、あやっぱりこう、はい、グッと詰められると下がるっていうのは昔からの八津選手の癖というか、はい、ところで、出ちゃうところなので、やっぱそれがその今回試合でも出たのかなっていう印象ですかね。そうなんですね。で、あのグッズカム戦とかもやっぱりずっと詰められてるんですけど、そうですね、はい、白川陸斗選手ってディープ時代とかバンタム級でやってて、はい、フェザーでもちょっとちっちゃい方というか、まあそうです、彼とは自分もあの一緒に練習とか出稽古先で一緒になったりすることもあるんですけど、そうですね。それでもやっぱり苦手だと下がってしまうもんなんですか。苦手だとっていうよりは、はい、まあ、シンプルにこう近い距離があんまり好きじゃないんじゃないですか、インファイト的なところが。詰められた時よりはミドルレンジで長い距離で、はい、多分戦うのが好きで、まあ、日本人で結構ありがちなんですよね。結構綺麗に戦おうとすると、はい、まあ、ずっと距離を取るんだけど、そこを無視してグッと詰められると下がっちゃうってことがある選手が多くて、やっぱそこがやっぱり、まあ、本人がそれを、望んでやってるのか、ちょっとやっぱり試合になると詰められるとちょっと嫌になって下がっちゃうのか分かんないですけど、まあ、そういうところでちょっと下がっちゃうところが、まあ、まあ外から見ると弱点じゃないけど、ちょっとこうその流れになった時に結構負けちゃってるなっていう印象あります。そういうことですね、はい、あと堀江選手でいうとフェザー級から上げてやっぱ調子が良さそうじゃないですか。そうです、減量がなくなってそのスタミナの減量型だったりとか、多分減量でのこう削り方がなくなったことによってやっぱ伸び伸びとやれてるっていうところで、こう、まあ、元々体が強い選手なんで、まあ、そこがこううまく噛み合って今ライト級に上げた中でもこう調子がいいのかなっていう印象あります。そうなんですね、はい、ライト級の中で172センチ、少し小さい目だと思う。まあそうです、小さめですね。そこのハンデってないもんなんですか、堀江選手。まあ、その分の飛び込みの速さだったりとか、まあ、リーチはそこまで短くないと思うんで、あとはまあ体の強さもあるんで、そういうところで、ちゃんとこう噛み合ってるのかな。まあ、これまだ2戦ですよね、やったの、はい、なのでそこはこれから、いろいろライト級の試合もやってて動きも見られるんで、まあ、今回いろいろ対策をしてくる選手も出てくる中で、このままいい流れを作れるのかどうかっていうところになるのかなと思うんですけど。なるほど。でこの2人ともしやるとしたらですね、はい、どちら今回対策しやすいとかありますか。どっちかといえば、まあ、八津選手の方はやっぱりその負けてる時のパターンがこう結構できちゃってるんで、まあ、八津選手の方がやった時にこう作りやすいのかなと思うんですけど、まあ、堀江選手とはこう組んだ時のスクランブルでどうなるのかっていうのを、まあ、実際やってみないと分かんないのかなっていうところはありますね。あんま下がったりとか極端にする選手ではないので、はい、やっぱそこはお互い体がぶつかった時にどうなるのかなっていう感じですか、ね、そうですね、はい、まずやはり
まあ、日本人ではないですけど、はい、今やっぱサトシ選手がちょっと一つ頭抜けてる感じがすると思うんですね。まあそうですね、はい、逆にこうサトシ選手と戦った場合、はい、こう対策もそうですし、まあ、勝機どこら辺から見出せるかってあるんですか。まあ、サトシ選手の決め力ってサラウンド持たないので、やっぱそこの中で詰めてって多分詰められるってもつれると引き込むので、はい、まあ、しかしその引き込みをさばいて、うん、でしっかり上のポジションをキープしながらパウンドだったりで削っていってっていうところで、あとはまあ入ってからしっかりカットして、まあ、あとは、どのルールによるか分かんないですけど、まあ、ライジングルールだったらガブった状態に膝だったりとかボールキックなので、まあ、そういうところでしっかりとダメージを合わせていくっていう感じになるのかなと、まあ、あとは速いフィニッシュのスプリットをしっかりとさばくということがしっかり普段通りできれば勝機は見えてくるのかなという印象あります。なるほど。じゃあもう上をポジション取ってしっかり寝技の中でも削っていってバウンドとかで、まあそうですね、まあ安全策でいうとが一番安全策高い方でいうと、まあしっかりとプレスていた状態でタックルをしっかり切った状態で削ってのが一番、あと引き込みは完全につき合わないと一番こう、まあ、楽っていうか、まあ、成功法の戦い方なのかなと思うんですけど、結局そのベラトールの対抗戦でその戦い方はやっぱ海外の選手がやってから、それをやりきって勝ち切っているので、まあ、一番その成功法の勝ち方としてはそれなのかなとは思いますけど、まあ、そこのところでも勝負したいなっていう気持ちはあります。なるほど。そうですね、僕 AJ マッキー戦見て、はい、AJ マッキーはティークダウンディフェンスだけして打撃で勝負するのかと思ったら、はい、結構グランプリングでも上取ってパウンドとか出せてて、しっかりカットするっていうのができるのであれば、その戦い方が一番嫌な戦い方になりますし、なんかリングサイドに出た斉藤選手が、はい、実は AJ マッキーのパウンドがすごい入ってたらしいですよね、はい、すごい角角度で上手いんで、めちゃくちゃバランスもいいですし、そうなんですよ、だから案外大きな差があったらしいんですよ、はい、ああそうなんです、そのダメージでいうと、はい、相当 AJ マッキーが与えてたらしくて、はい、でも僕ペーパービューで見てるとそこまで、まあ、競って負けたかなみたいな、まあ会場とやっぱりこう映像だと違うので、そうなんです、これでもサトシ選手と戦ってもしっかりグラップリングで勝負しながらパウンドを持っていけるような作戦になると思うんですね、はい、楽しみですね。じゃあ今後ライジンで試合が、まあ、ディープ王者なんで組まれると思うんですけども、はいはい、もうそこら辺の選手とやってもバッチシ、まあそうですね、まあ、今回の試合みたいにガンガン自分がプレスけて、うん、この試合っていうかずっと、勝ってる試合、最近はずっと自分がプレスけて組みに行く、うん、っていうスタイルでやってるので、うん、まあそこで負けちゃったら仕方ないなって割り切ってやってるので、そういうことですね、はい、で今回タイトル戦イ・ソンハ選手なんですけど、はい、ちょっと見てびっくりしたんですけど、はい、フレームがでかいじゃないですか、すごい、あめちゃくちゃ身長高いし、リーチも長いっていう感じでしたね、実際向き合った時に。ですよね、はい、まあ、江藤さん自身がそんな別にライト級なのか小さいわけじゃないじゃないですか、まあ、そうです全然、はい、まあ、平均的というか、そうですね、にもかかわらず、だから2回りぐらい大きかったフレームが、そうです、自分9センチ、186そうです、ね、とかあるみたいに、リーチも長くて、ですよね、はい、手がとにかく長くて、はい、しかもびっくりしたのが、4勝2敗で、はい、でバックボーンがキックボクシングで1年ぐらいって、そうですよね、はい、めちゃめちゃ力抜けてなかったんですか、相手、あそうですね、だからやっぱ、はい、うまいなと思いましたね。でなんか韓国人の選手戦績はそこまででもなくてすごい強いじゃないですか。そうですね。あれはなんでなんですか。この実感しました、ね。まあやっぱりその作戦組み立てだったりとか練習の仕方をちゃんと MMA の練習をしてるなっていう印象ですかね。要はなんですか、人の日本の選手と得意なとこだけやるんじゃなくて、ちゃんとトータルバランスを見てちゃんとトレーニングしていることによって。やっぱバランスがその対戦相手によって戦い方をこううまく組み立ててるからこそのうまさなのかなと思います。なんかキム・スーチョン選手が言ってたのは、はい、日本と韓国じゃイベントの規模が10分の1だぐらい言ってたんですよ、はい、ですので MMA の市場もかなりちっちゃいと思うんですけど、うんうんはい、それにもかかわらず韓国の選手、まあ、ライジンではキム・ギョン選手とかもすごい強かったじゃないですか、はい、ロード中 USC 行ったりとか、はい、あれはコーチの差とかもあるんですか。
この市場はちっちゃいのになぜか強い、まあ、高知と、まあ、あとは普通にハングリーさも違うんじゃないですかね。向こうは市場が小さい分記憶出れる人って限られてくるわけじゃないですか、はい、でその中で成績残さないとむしろ試合すらできないとかっていう状況だった中で、はい、やっぱ必死だが違うとかってあると思うんですよね。日本だと市場ある程度大きいので、はい、試合出たいってなれば、うん、まあ、ちょっと頑張れば出るみたいな感じなので、はい、そこの違いでやっぱり向こうの方がこうしっかりやり込んでる人が多い、意識が高い人も多いのかなとは。ハングリーさん、それもありますよね。そうですね。ライジンだってシュートとファンクラス、ディープ、そうですね、ファイティングネッツラス、ね、グラディエーター、そうですグラちゃんとかいっぱい出れますよ。出るんで、じゃあそのレベルが上の、まあ、こう変なピラミッドがあった中で、じゃあそこの上のところで通用したやつや下のところを出てっていう風な、なんか選べるというか、うん、それだと、まあ、まあ、ちゃんとやってる選手もちゃんとやってるからトップに行きますし、やっぱそれのやっぱこう差じゃないですか、向こうはそういう選べない環境だから必死に勝ちにしがみつくじゃないけど、じゃないと勝てない、だから何でしなきゃいけないのかって明確にこう必死に、あと向こうだと日本より格闘家のこう地位っていうのはそこまで高くないんじゃないかなっていう印象です。市場小さいってそういうことじゃないですか。だったらその中でこう地位を確立するんだったら有名にならないといけないし、で勝たないといけない、でパフォーマンスもしないといけないってやると、あのその分必死にならないと生き残れない、まあ、そこがやっぱトータルして向こうのも一緒にやって考えるからこそ強くなるし、試合の時もこうガンガンいけるっていうのはあると思うんですけど、ビフソーマ選手も最初の方が打撃打って、はい、江藤選手組みに行ってもなんかシュルシュルと抜けていったイメージがあったんですね、うなぎのように、はい、あれはなんであんなことができるのかなって。いや、なんか今回は入った時そこまで別に1ラウンドは質を組もうと思ってなくて、まあ際で入って切られた打撃して、うん、でそれをなんか繰り返して、うん、で1ラウンド目でそう削るというか、はいはい、相手反応させたところで打撃、打撃とか組むって何回も繰り返して消耗させるというか、あとはその感覚もつかみたかったので、1ラウンドで、まあ1ラウンド終わった時点で結構相手表情が疲れてる印象があったんで、あ、じゃあ2ラウンド目からペース、タックルペースとしつこさをちょっと上げていこうやろうっていう感じで、じゃあ結構シンプルに考えてたんですけど、なんか周りからだと何でしつこくいかないんだみたいな、最初からしつこくいってスタミナロスとかもちょっと怖かったので、自分の中で、まあ、身長のタイプなんで。なるほど、これ聞かないとわからないですね。僕ただ見てるだけだと、はい、ディスコア選手すごいな、ヒュルヒュル抜けて手足長いし、はい、このままペース持っていくのかなと思ったんですけど、実は江藤さん的には、まあ、疲れさすじゃないですけど、そうですね、そのなんか攻防を細かくやって、まあ、なんかイメージした、あの海外のベラム選手が、はい、そういうところで結構削って、はい、で 2-3 であの結構削り切って、はい、ストックしていくみたいな感じの印象があるんで、まあ、それ近いところでやったんですけど、やっぱそのなんですかね、代表としては、いや、お前1ラウンドからいっても待てないから大丈夫だよって試合終わったって言われたんですけど、もっといけば楽に勝てるのにみたいな、なんかそこがやっぱ自分の身長、性格と一緒で、ちょっと、まあ、1ラウンド前はちょっと様子見ちゃったってなります。これやっぱり選手本人聞かないと分かんないですね、はい、僕なんか、絶対に打撃もらわないために、かなりガードも上げてて、はい、固く見えたんですよ、はい、あれはじゃあもうちゃんと腕を上げてプレッシャーかけて、そう、プレスかけてから相手がだから下がりながらずっとこうやってたので、あれってめちゃくちゃ疲れるんですよ。下がりながらタックル切ってまた打撃を出そうとして詰められて、距離を自分の距離に戻さないといけないから、あれってすごい疲れるので、まああとはもうちょっと MMA 勝負するのかなと思ったら、思ったよりもアウトボクシングを組み捨て付き合いませんみたいな感じだったんで、まあそこの、ああそう来るんだっていうところのちょっと、うん、なんか自分の考えたもっと違う感じできたんだなっていうのを思いました。そうですね、2ラウンド入って、まあ、組に行って、はい、すぐにテイクダウンしてもうリアネイキッドチョークで決めたんです、はいはい、あそこはもうなんか結構簡単に決めたというか、まあフィニッシュはもともといろいろ持ってるんで、うん、まあ、それで形を作った時に、あ、まあセットできたなっていう、入った瞬間に、あ、もうこれは決めれた、フェイスロック、まあ、決まんなくてもあれフェイスロックでダメージを負わせてパウンドを1段ポジションを取って、まあ、決めるタイミングでとは思ったんですけど、まあ、その中でスルッと入ったんで、これもフィニッシュとして決まったなっていうのは自分の中でありました。
でもプラン通りに干渉したようなイメージですか。まあ、そうです。なんかそれ打撃もある程度見えてましたし、まあ、倒せることはないなっていうのはあったので、なんで2ラウンド目からのペース上げたのとそういうのがあります。なるほど。あ、これ聞いてよかったです。僕は案外逆じゃないですけど、はい、相手の磯和選手が長いリーチでプレッシャーかけていって、はい、江藤選手がワンチャン組んで、はい、で、まあ、組ではもう圧倒的に強いんで、はい、勝ったのかなと思ってたんですけど、逆に削ってたんですね。そうです。見ても映像見てもらったら分かるんですけど、ずっと下がってたじゃないですか、詰めてるのに対して、はい、あれだと自分はそんな疲れないので、一応と全然そんな自分疲れてなかったので、でそれに結局ずっと下がるな下がるなって思って、でもじゃあそんなに下がるならもうケージギアで詰めてからテイク取っちゃおうみたいな感じの印象あったっす、ね。そうなんですね、はい。じゃ実はもう干渉で、まあ、ちょっと痛られてる実力差があるような感じ。まあそうですね、まあ、でもやっぱすごいやりづらいですよ、あんだけ懐かつ低く構えながらリーチ長くしてっていう。だからあそこで結構組力で、やっぱ勝ってる状態でなおかつグッと詰めていけないと、なかなか難しい相手だと思いますし、まあ、シンプルにも強いですよ、反応も早いし、うん、そうですね、なんか体をしっかり残せますしね、芯も作るといきなりというよりは体残した中で一発っていうのはしつこくこう切り返さないと取れないなっていうのがあります、ね、そういうことですね、はい。あ、でも前線のタイトル戦の選手目線の声が来てよかったです、はい。ちなみにコーチの大沢さんは何て言ってたんですか。はい、あっさりすぎてる1アンドで、あだから自分その組んでもっとしつこく切り返しとかをすれば取れるのを、うん、それあっさりしてたみたいなことでちょっと心配しててみたいな、そういうことだったんです、ね。だからそれが自分この相手の組んだ感じとか、うん、嫌いだ嫌いだ台形当てて、あ、切ったけど台形あるんだって印象をつけたりとかしてか、いろいろ考えたんですけど、大沢さんとしてはもっとシンプルに組んで、まあ、組み捨ててから、うん、パートナーに、決めて勝つっていう風な流れをしてほしかったみたいな。ちょっとヒヤヒヤしてます、ね。まあそうですね、なんかあれってじゃあさ、なんかさっぱりすぎてもういくのかなっていうふうに思ったらしいんですけど、まあだからそこはやっぱ考え方も違いがちょっとあったっていうか、そうですね、はい。まあ、別に3ラウンド使って仕留めればいいわけですよね。あ、そうですね、それは3ラウンドを最後までやりきる想定で、うん、動いてたので。なるほど、そういうことですね。じゃあこれで D ポージャーになったんで、はい、次狙うところはどうですか。いや、まあいろいろ試合は、考えてることがあるんですけど、やっぱり、海外の競合でやりたいんで、もうちょっとライジンっていう場もありますし、まあ、海外で言うとやっぱりこうベラトールだったり、はい、PFL っていうところをやっぱりこう出れるといいのかなとは思ってます。なんかこう、うん、まあ正直今ディープのライト級にやる相手、うん、そういないので、はい、そうすればそっちの方に。まあ、あとは、まあまあ、ベルトは日本に取り戻したので、なるほど。じゃあライジンで海外勢をと戦うか、まあ、自分が海外に行ってその場で戦ってくるのか、まあ、自分もずっとベストにいる状況の年齢がもうそこまで多分長くないと思うんですよね、うん、もう36の年なんで、はい、なんで今の状態でしっかりとやれる強さの中で勝負したいな、可能性、自分の持ってる可能性を食い潰して、まあ、やっぱこう、現役を入れるときはこう痛いなと、あの時はそこで、なんかやれたのにやんなかったのがもったいないなとか思わないように、ちょっと思えるように、ちょっとやり尽くしたいなというのは。なるほど、はい、いいですね。じゃあもう今後はもう海外勢、どんどん倒していきますので、ぜひ、ライジンや PFL の方、オファー待ってます。よろしくお願いします。します。では以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。